元祖麻婆チャンネル、今回は北郷町へやってまいりました。なんといいところがいっぱいありますね。今回の取材はですね、焼酎といったら大手門酒造でしょう。大手門酒造に取材に行かさせていただきます。それでは早速大手門さんへお伺いします。大手門酒造の営業を担当していらっしゃいます中村さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。わあ、私夏祭りに呼んでいただきましてありがとうございました。いえいえ、もうそれがご縁で、ありがとうございました。大手門酒造さんにやってきましたけど、大手門酒造さんは創業何年目ですか？明治28年創業ですから、もう120年という月日が経ちますね。ですね。明治28年といえばもう数少ない、もう老舗中の老舗ですよね。もう100年過ぎるとですね。と、大手門酒造さんに作ってらっしゃる焼酎の数は何本ぐらい？銘柄的には30近くあるんじゃないでしょうか。その中で今全国に売り出し中の銀滴、これは有名ですよね。まず銀滴っていう名前がですね、はい、その、まあ、蒸留をする前かし終わった後、はい、あの雫がこう、はいはい、垂れてくるんですけども、うん、それがあの朝日に輝いて銀色に光ったっていうことで、うん、まあ、銀名前がついたということで銀滴っていうふうに命名されたっていうふうには聞いてますけれども、うん、それをずっと明治28年から、はい、まあ、看板として、はい、作られてて、で昭和10年に昭和天皇への、まあ、献上酒ということで選ばれたと。おお、昭和天皇に献上する焼酎。そうですね、まあ、普通は国酒ということで日本酒が主なんですけれども、はい、まあ、で海外と外来から入ってきた、まあ、要は異文化ですよね、正確に言えば、まあ、それが選ばれたっていうところで、はい、非常に私どもとしては、まあ、これを誉れとしてですね、はい、いや、看板として、まあ、ずっと皆様に、はいはい、ご愛飲していただければなというふうには思っております。あそこに銀滴がいっぱいこう飾ってありますけど、あの飲めるのありますか？ございますよ。あ、そうですか。ぜひ。はい、じゃあちょっと銀滴を、献上酒の銀滴を賜りたいと思います。一応これがあの、はい、宮崎県限定の20度、はい、あ、宮崎県限定の20度、はい、はい、になります。そうですか、この献上酒でございます。朝日にこう絞りたけの雫が落ちるときに銀色に光ったという銀滴、いただきます。まず最初に香りですけど、なんとも言いませんね。もう口の中に含んだ瞬間に、銀滴のこうキラキラした感じのを口からこうずっと流れて、胃袋に立ちましたね。そうですか。これが宮崎限定の20度。そうですね。と他の県外には何度が？まあ一応25度。ほら、どうしても県外のお客様は25度がメインになります。そうですか。はい。その25度もちょっと味わさせてください。ありがとうございます。これが、あの県外に発売されております25度の銀滴でございます。いただきます。これですね。これです。これですか？お、私はこれですね。私はこれです。いや、美味しいですね。ありがとうございます。何とも言えない。この皮
香りがまたですね、このなんというか磨かれた、はい、いい感じの香りがします。どうもお疲れ様でございます。今銀滴をいただきました。はい、いい味ですね。そうでしょ。今どちらに行ってらっしゃったんですか。ちょっと今あの中礼を、うちあの朝礼というのがなくてですね、はい、中礼を終わりまして今来たところです。ああ、そうですか、はい、今日は職員の皆様がよろしくお伝えください。よろしくお願いいたします。今営業の中村さんからですね、はいはい、銀滴を賜りました。はい、銀滴は今全国はどこまであの営業してらっしゃるんですか。あ、もうあの宮崎をはじめ、はい、ずっと北は北海道、北海道まで、はい、北海道まで銀滴を献上しようですね。素晴らしいですね。これが銀滴、名前の由来が先ほど中村さんがおっしゃいました、あの絞っていくときにこの朝日に光って銀色に光ったという、そこで一滴一滴がたまったのがこの銀滴の露ですよね。そうですね。献上酒です。それでは早速銀滴の25度いただきます。ありがとうございます。言葉をね、言い尽くせないです。120年の歴史、120年の凝縮された歴史がこの中に詰まっております。この銀滴を飲んでるうちにちょっと目に入ったんですけど、鯉銀滴、はい、鯉銀滴というのはこの方なんですか。まあ、広島東洋カープさんがキャンプに来られますので、はい、で広島東洋カープで鯉なんですよね。はい、まあ、その魚の鯉と、はい、ね、鯉とかけまして、はい、私ども広島東洋キャンプ、広島に、ね、鯉してますから、はいはい、まあ、でも一番地元の方皆さんそうなんでしょうけど、はい、そういった思いもあって鯉銀滴という、鯉銀滴というのを新しく、そうですね、あら、はい、これまたありがたいじゃないですか、ね、まあ、それを発案したあの当時もすぐそばにいますので。あ、そうですか。それじゃあ紹介してください、はい、中村さん、あの何をされる担当ですか。はい、あの酒蔵大手の当時の高橋でございます。工事の担当の高橋さん、はい、よろしくお願いいたします。高橋さんがいなければ銀滴ができない。そうですね。あ、高橋さん、今、はい、たまってるとこです。あ、どうぞどうぞ。銀滴を飲みながら銀滴の話をさせていただくんですけど、はい、こういつ頃からこう仕込む、あの仕込みをするんですか、銀滴を作る際には。大体まあ1年かけて8月のお盆明けからですね。8月のお盆明けから。から12月いっぱいぐらいまで。はい。はい、それから工事を仕込んで、はい、でこの銀滴になるにはどのくらい時間かかるんですか。ですね、焼く商品ができるのは約半年後ぐらいですね。あ、はい、非常に素晴らしい焼酎です。全国の皆さんぜひですね、銀滴を一度は味わってみてください。これはね、もう焼酎の元祖と言っても間違いないでしょうね。まあ、味的には、はい、例えば120年前と今では、はあ、おそらく変わったと思うんですよね。でなぜ変わったかというのはやっぱり、近代化の部分、はい、あの昔はもう完全120年前だったらもう完全手作り、はい、で今の120年後、まあ、今ですね、はい、というともう近代的な作りにはなっていると思うんですよ。ですけど、まあ昔の製法自体はそのままずっと継承してますので、悪くはなってるっていうことじゃなくて良くなりつつあると思うんですよ。逆にですね、良くなりながらどんどんあの年数を重ねて、はい、まだまだ上手くなるですね。あ、ですからまあ本当にもう昔はもう芋焼酎という部分の臭い焼酎が主流だったんですが、うん、今の現代で、やっぱりその部分飲みやすい芋焼酎の部分にこう変わりつつあるというかですね。この銀滴のブレンドをしてくださってる女性の方なんですけど、はい、そろそろ会いたいですか。わかりました。ああ、よろしくお願いいたします。ブレンダーの方も大事です。甲斐さんです。ご紹介いたします。よろしくお願いします。
はい。甲斐さんはブレンダーになって何年目ですか？もう投資若いですね、70年ぐらい。いやいや、そんな100歳来てるわけじゃないです。あ、まあ、当社に入っても約20年になるんですけれども、はい、まあ、2年目ぐらいからブレンドはさせていただいて、まあ、本格的にはまあここ10年ぐらいはもうある程度一人でまあやりくりはしてます、はいはい。この銀的の味わい方、はい、ブレンダーの甲斐さんから見てどんな感じに仕上げてるんですか？そうですね、まあ、飲みやすさ、昔ながらの芋臭い焼酎っていうのが、まあ、若い方が少し、はい、離れていってるような感じだったので、まあ、会社としても少し飲みやすい感じで、まあ、なおかつ焼酎らしさを残した感じでっていうのが、うん、まあ、大体のコンセプトで、まあ、飲みやすい、軽いフルーティーな感じなんですけれども、うん、しっかり後味が旨味があるっていうような感じで作ったのが、まあ、献上品的になります。お、今日は本当にいい話を聞かせていただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあもう一回乾杯しましょうか。高橋さん乾杯。乾杯です。いただきます。グラスは大きいですけどすいません。一期一会いいですよね。もう大切にしたいですよね。もう一回しか人生のうちで会うというのは、今日で終わりかもしれません。また会えるかもしれません。だから、本当に銀的とは一生付き合いたいですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。美味しくいただいております。もうリクエストにお答えしましてパート2近いうちに放送させていただきます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは元祖麻婆チャンネル、今回は銀的の大手門酒造さんをご紹介いたしました。それでは皆さん。